何の真似だ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。あれは人工派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町は傷もんにされたら困るんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまった。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来い。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしだ。サシの勝負。ああ。